クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。ボタン道路。脚本早見。昔々、京の都の五条京極に荻原新之丞という男が住んでいました。まだ若い奥さんに死なれたため、毎日が寂しくてたまらず、お経を読んだり歌を作ったりして外へも出ないで暮らしていました。7月の十五夜の日のこと、夜も更けて道行く人もいなくなった頃、二十歳くらいの美しい女の人が十歳余りの娘を連れて通りかかりました。その娘にはボタンの花の灯籠を持たせており、新之丞はその美しい女の人に心を惹かれました。ああ、天の乙女が地に降りてきたのだろうか。もしもし、そこのお嬢さん。あなたは？私は新之丞と申します。夜道を通るあなたが気になり声をかけました。たとえ月夜でも帰り道は恐ろしくてなりません。どうか私を送ってくださいますか。万寿寺のそばに住んでいるのです。ええ、でもよろしければ我が家へ来て一晩お泊まりなさい。遠慮はいりません。さ、どうぞ。そう言って新之丞は女の手を取り家へ連れて戻りました。新之丞が歌を読むと女もすぐに見事な歌で返すので、新之丞は嬉しくてたまりません。美しいだけでなく教養もあるとは実に素晴らしい。東の空が明るくなり始めましたね。人目もありますので今日はこれで。女はそう言っていそいそと帰っていきました。それからというもの、ボタンの花の灯籠をいつも娘に持たせて、日が暮れると必ず訪ねてきました。新之丞は毎日女が来るのが楽しみでなりません。ですが新之丞の隣に住んでいるおじいさんは新之丞の様子に疑問を持ち始めていました。それは20日余りが過ぎた時のことです。はて、新之丞のところは一人きりのはずだが、毎晩若い女の声がしておる。どうも怪しい。それちょっと覗いてみようかな。おじいさんが覗いてみると、新之丞が明かりのそばで頭から足の先まで揃った白い骸骨と差し向かいで座っていました。新之丞が何か喋ると骸骨がうなずき、手や腕の骨もちゃんと動かします。その上骸骨は口のあたりから声を出してしきりに話をしているのでした。あくる朝、おじいさんは新之丞のところへ行き尋ねました。そなたのところへ夜ごとに女の客があるらしいが、一体何者じゃ？それは。それでおじいさんは昨夜見た通りのことを話しました。近いうちそなたの身にきっと災いが起こりますぞ。死んで幽霊となりさまよい歩いている者とあのように付き合うておったら、背を吸い尽くされて悪い病気に蝕まれる。そんな。恐れおののいた新之丞は今までのことをありのままに打ち明けました。さようであったか。その女が万寿寺のそばに住んでおると言うたのなら、いて
探してみなされ。はい、わかりました。新之丞は早速五条から西へ真出の麹まで行って探しました。しかし一人としてそれらしい女を知る人がありません。日が沈む頃、万寿寺の境内へ入って休んでいると、死者の亡骸を収めた玉屋という魂を祀るお堂が一つ目に留まりました。古びた玉屋を見ると、棺の蓋に誰それの息女何々と戒名が書きつけてありました。棺の脇には刀身を白い絹で幼児の形に作り、黒い糸を紙として左右に分け、前方に垂らした人形であるおとぎぼうこと呼ばれる子供の人形が一つ、また棺の前にはボタンの花の灯籠がかかっていました。まさかこのおとぎぼうこが娘に化けていたのか。新之丞は怖くなって走って逃げ帰りました。しかし家へ戻ったものの、夜にまた来るかと思うと恐ろしくてたまりませんので、隣のおじいさんの家に泊めてもらいました。それからおじいさんに教わって湯治へ行き、そこの修験者に訳を打ち明けました。私はどうしたらよいのですか。間違いなく新之丞殿は化け物に精を吸い取られておられますな。あと10日も今まで通りにしておったら命もなくなりましょう。そんな。大丈夫ですよ。まじないのお札を書きましょう。このお札を家の門に貼り付けなさい。そうすれば女は来なくなりましょう。ありがとうございます。新之丞は言われた通りお札を家の門に貼り付けました。すると美しい女も灯籠を持った娘も二度と姿を見せなくなったのです。それから50日ほどが過ぎて、新之丞は湯治へ出かけ、今日まで無事に過ごせたお礼をしに参りました。その日の夜、お供の男を一人連れていたので湯治を出てお酒を飲みましたが、お酒を飲むと無性にあの女に会いたくなって、お供の男が止めるのも聞かず万寿寺へ出かけていったのです。万寿寺に着くとあの女が現れました。毎晩お会いしましょうとあれほど固くお約束をしましたのに、あなた様のお気持ちが変わってしまい、それに当時の修験者にも邪魔をされて本当に寂しゅうございました。でもあなた様は来てくだされました。お目にかかれて本当にうれしゅうございます。さあどうぞこちらへ。うむ、そなたにつらい思いをさせるとはまことにすまんことをした。そなたが何者でも構わぬ。これからは二度と離れぬ。うれしい。新之丞は女に手を取られてそのまま奥の方へ連れて行かれました。後をつけてきたお供の男は腰を抜かすほどびっくりして走り出しました。大変だ。新之丞様があの女に誘い込まれて寺の墓地の方へ。なんだって。慌てて万寿寺の北側の玉屋があるところへ行くと、新之丞はすでに棺の中へ引き込まれて白骨の上へ重なるようにして死んでいました。はあ、なんてことだ。新之丞様、こんなお姿になられて。新之丞は女に精を吸い取られて
老人のようにやつれていました。しかしその口には笑みが浮かんでいました。その後万寿寺では気味悪く思ってその玉屋を別の場所へ移しました。しばらくして雨が降る夜には新之丞と若い女が牡丹の花の灯籠を持った娘と共に京の町を歩く姿が見られ、それを見た者は重い病気にかかると噂が立ちました。新之丞の親類の人たちが手厚く供養をしましたが、魂が迷い歩かないようになるまでにはかなりの時間がかかったということです。キクドラは現在 YouTube でも作品を公開中。そしてツイッターで作品情報や独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。